は一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組年末に引き続いて今日も木村盛代さん、もう今木村盛代さんもうあっちこっちに出まくっておりましたので、もてもてのオミクロンなんていうかなバブルと言いますか木村さんに今日来ていただきました。オミクロンについて詳しくお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。最近またこのなぜ日本は勝てるはずのコロナ戦争に負けたのか、はい、和田秀樹さんとのですね、はい、まあ、対談の本なんですけど、そうですね、これをまた出しまして、はい、評判いいですかこれは。そうですね、和田先生とは実は、YouTube も、はい、秀樹と盛代のお悩み相談というチャンネルも立ち上げまして、はい、まあ、いろいろコロナの話題も含めてですね、お話ししておりますので、まあ、この本もそうしたいわゆるもうコロナをだけを病気の一つとして自粛等でですね、抑えても本当に社会経済が死んでしまうのと同時に、あとは倒産等が増えてですね、まあ、社会不安 が増えてきて、まあ、自殺等がだんだん増えてきているという、そういう悲しい現実もあるということをやっぱり精神科医の目を通してもう一緒にこう話している、まあ、かなり、まあ、濃い内容の本ですので、コロナに関しては和田さんもずっと冷静な何ていうか意見を出してらっしゃいましたね。そうですね、はい、本当にコロナで、まあ、自粛の、うん、まあ、だから弊害というものが、うん、いわゆる人の心に与える影響、あるいは社会の、うん、まあ、社会全体の、もうなんていうか精神構造に与える影響っていうのの大きさっていうのを、うん、もうずっと言い続けていらっしゃった方なので、うん、まあ、今回こういうコラボができたっていうのは非常に私は嬉しいと思ってます、うん、はい、よろしくお願いいたします。これを皆さんぜひお読みください。それで今日はですね、なんか400回らしいんですよ、私が400回こんなケーキをですね瀬尾さんが買ってきてくださってですね、飾ってありますけど、これを落としやしてないかとヒヤヒヤしてる400回長いですよね。で最近ね、私ねなんかね急に物忘れがね、昨日か電車の中で気が付いて、あ、時計忘れちゃったと思ってね、時計忘れたんですよ。で会社行ったらね、眼鏡かけてくるの忘れちゃってたことに気がついてねもう情けない。そんなことないですね、まあ、花田さんでも年を取るって話ですね。いや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 、おめでとうございます。もうダメだな400回は、まあ、すごい、そうですね、まあ、なんとか400回目の誕生日おめでとうございます、助けをいただいて続いております。よろしくお願いします。今日は本当にその、まあ、いや記念すべき400回目にね、まあ、呼んでいただくなんて、いやいや、こんな光栄なことはございません。木村さんで非常に嬉しいです。よろしくお願いします。オミクロンですけど、うん、名前悪すぎますけどね。名前悪すぎますけどね。名前が悪い。名前悪い、誰がつけたんですかね。もう誰がつけたんでしょうね、うん、もうオミクロンみたいな感じですよね、うん、オミと聞いただけで、オミと聞いただけでも向かってきますよね。向かってきます、うん、最近あまりテレビに出ないんでいいんですけどね。いや、ちゃんと今向かってくるんですけど、出てもらわないと本が、私の本が売れないので、もう出てもらって。いやいやいやそんなことはないですよそのオミクロンは、それほどまあ怖くないと、風邪だとおっしゃる木村さん、医療逼迫はじゃあ起こる可能性はないんですか。あんまりそれは分からないです。分からない。今みたいなやり方で言ったら確実に医療逼迫しますよ。今みたいなやり方というのは、うん、濃厚接触者みんな隔離してたら、ね、うんうん、これは絶対にか、どんな国のどんな地域だって医療逼迫を起こします、うんうん、それは人為的な医療逼迫です、うん、それは確実に起こると。じゃあそれを避けるためにはどうすればいいんですか。それを避けるためにはまず さっさと5類にすることですよ。 それはまあ前から木村さんもおっしゃってるし、我々もそう言ってるんですけど、全然その、政府がですねそういう方向で動く気配はないですよね。そうですね、おそらく岸田さんはそれこそ、うん、今感染した人が自宅で見ないっていうのが原則じゃないですか。自宅で見ないっていう例が多いでしょ、はいはい、そういうところに医療従事者が取られて、うん、実際に医療が回らなくなり始めたらやるんじゃないですか、うん、5類にうん、逆に言えば私それまでは動かないと思います。うん、でもそれをやっちゃったら、私は結構やっぱり医療界だけじゃなくて社会的なダメージって大きいと思いますよ。それをやっちゃったらって、
だからそこまで実際に医療逼迫が起こり始めた段階っていうのは、だって他の病気だってあるわけだし、ね、救急は別だって来るわけだし、それが全部回らなくなるっていう話ですから、それの始まりっていうのは私は避けるべきだと思うし、その政治判断ができない政治家っていうのはもう本当にしょうがないなと思います。まあ、別に岸田さんに限らず、今までやっぱり5類にする機会っていうのはただあったわけですから、 それをしなかったっていう政治判断っていうのは結構私責任は大きいと思ってます。なぜなかなかできない、厚労省が反対なんですかね、あれは。いや、厚労省が反対しても何しても議員立法であれなんであれ、やっぱり政治家が決断しなきゃ私はいけないと思います。だって最終的に一番そうしたポジションにあって、国の責任者であるのは政治家ですから、だから政治が決断しない限りは、もう決断できないし、もう一つ言えば、今の専門家会議って言われる分科会なんか、必要ないっていうんだったら、あれ早くなんか解散すればいいじゃないですかね。解散して、それこそ木村さん前におっしゃってた第二分科会作れっていうか、第二分科会かもう入れ替えるかですよ。もう全部入れ替えるかね、はい、それもできるのはやっぱり政治家ですから、だから政治の力がこんな、いわゆる正直申し上げて日本にとっては大した危機でもないのにもかかわらず、こんなになってしまったっていうのは政治の力のなさっていうのは、だってオミクロンに関して、オミクロンに関してだけじゃなくてコロナに関してですよ、全部に関して大したことないんですか。だって G7 の中でも本当にほとんど波なんてなくて、緊急事態宣言をこれで出すこと自体が私はもうはてなはてなであったわけですので、それぐらいもうラッキーな国だったのに、なのにもかかわらずこんなに国民は恐れて、経済は落ち込み、それから今後自殺は増え、それから社会不安も出てきて、今の多分経済の落ち込みって言ったら、今の年金生活者の年金も削らなきゃいけないとか、それぐらいのレベルになんでなっちゃったんですかっていう話ですよ。それは政治ですか。政治だと私は思います。もちろん厚労省も悪いし、分科会、それをそれと同類項の分科会、医師会っていうのはやっぱり悪いと思うけれども、でもそれをやっぱり辞めさせるのも政治家の仕事だと私は思ってます。医師会なんかはもうちょっとちゃんとこの収まってた間に何とかしてほしかったと思いますけど、いや本当に何もしないですよね。本当に今回いろいろな嫌な部分っていうのはたくさん見たんですけれども、どういうやっぱり同業者の医師のこの良心っていうのは一体あるんですかみたいな感じですよね。医師免許っていうのは国家最大の、日本国最大の国家資格ですから、なんとなれば医師法で医師でなければ異業をなしてはならないって書いてあるわけですからね。だからその異業をなしてはならないって人が医療拒否しても咎められないっていう状況、そしてそれに甘んじてコロナはちょっと危険だからうちでは見られませんなんて逃げていた、数多くの、それこそオミクロンのね、あそこ の病院だってそうじゃないですか。補助金を不正にもらった疑惑もありながら、幽霊病床を持ちながら、それでも国民に自粛と、ね、我慢を言い続けて、そして感染が増えたら国民の気の緩み、こんなことが許されてる、いわゆる医療界自体のなんていうのかな、非常に腐りきった部分っていうのをやっぱり見たっていうのは私にとって辛いですよね。一応病床は確保したと、80床なら80床確保したと、補助金をもらう、実際には受け入れないと、こういうケースがたくさんあったわけですね。これって詐欺じゃないですか。だからみんな、なんていうか、赤字だったところがですね、もう去年から今年にかけては黒字になってるんですよ。いやもう医療業界は空前の、もうコロナバブルですよ。もしかしたらもう一波、いわゆるオミクロンを超える感染力を持ったのが出てくるんじゃないかっていう人もいますけど、今のオミクロン株はかなりのスピードで変異していて、だから感染力も強いので、これを超える変異が
ウイルスの中で、このコロナウイルスの中で起こるかどうかっていったら結構ハードルは高いかなと思うんですよね。うん、あ、そうなんですか。うん、ただ逆にそれが出てきたところで、うんうん、今度はもっと感染力が強くなって、うん、ね、もっと致死性が低くなるということはもう確実です。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある。そうです。中国が確実に覇権主義に走っている。 そうです。その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、 そうです。もう最も深刻な問題を突きつけられています。 そうです。その時に問われるのは私たちがこの国をどのような国にするのか、はい、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか。一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、そのしかもその調書を公開しろっていうことをね、ええ、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、ええ、でも私なんか思うにその調書をじゃあ朝日が入手してね、うん、公開しろっていうなら、うん、まずてめえからね、公開したらいい、公開したらいいじゃないの、全部、うん、番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。